はい、どうですか、楽しいですか。楽しいです。はい、いいですね。もうやっぱステージの上っていうのはね、ほんまに楽しいとこでもあるし、魔物が住んでたりもするんですね。ほんまにあの歌詞をどこに持っていくんでしょうね。やめろやめろやめろ、俺を責めるな。もういや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 。はい、そしてこちら車掌さんの格好してますけど、はい、拓郎です。拓郎です、ありがとうございます。ご乗車ありがとうございます。もね、電車が好きなんですけどね、彼は。今日は飲みすぎました。顔がなんか、もみじのようになってますけどね。今朝どこ行っとったん？京都行ってました。京都何しに行ってたん？この顔よりも赤い紅葉を見に行ってました。そうです。びっくりしたわ、LINE をグループ LINE 見たらね、京都の電車の写真が送られてきてね、うん、いや、これどう見ても今叡山電車だよなこれと思って、うん、ちょっと朝活で京都に取り鉄してましたね。、はい、おかしいおかしい、はい、もうありがとうございます、はいはい。そして真ん中、誰、はい、いやいや私やがな、私あのリーダーの三条くるみと申します。よろしくお願いします。よっ、はい、よっ、マネージャー、よっ、マネージャー、ありがとう。いや、マネージャーちゃいますよ、もうね。もうリーダーとしてやらさせてもらってますけどもね、はいはいはい、あのね、最近ちょっとね、私こういうことをねやってるとね、いろんな人とお話しする機会があるんですけども、はいはいはい、ちょっとこういう人嫌やなみたいなありましてね。どんな人ですか？コロコロ言うてることが変わる人。ほう、いるでしょ。例えば、例えばね、あの一昨日にね、日曜日は晴れるでしょうって言うてたのに、昨日になったら日曜日は曇りでしょうって言うてる。天気予報はええやんけ別に。あ、まあまあね、まあ天気予報はまあ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 しゃあないですよ、それはね。そこはでもね、あの私の友達でね、はいはい、去年やったかな一昨年やったかな、うん、あの永遠の愛を誓います言うて、はい、祝福してやったのに、うん、別れました言うて、永遠の愛とはみたいなね。ええやん、もういろいろ事情あったやろ。その気持ちは分からんでもないですけどね。言うて、ね、ちょ待てよ、でもお前さ、さっきさ、はい、この曲の前にな、はい、抱かれるなら俺とか言っときながら、なんかアリサちゃんと付き合う宣言みたいな、なんか、あ、まあ、すぐコロコロ変えとれないか。ああ、まあまあまあ、まあ、ちゃんとせえや。まあもうはっきり宣言しますわ、もう。もうちゃんとちゃんと言ったらよ。もうじゃあ私くるみは、もう恋なんてしない。いや、なんて言わないよ絶対やろ。え、全然はっきりせえへんやんそれ。中途半端です。中途半端やん。ほなもうね、次くるみプロジェクト最後の曲になりますけども、ちゃんと締めようぜ。もうはっきり言わさせてもらいます。あ、言うたれ、はい、お願いします。もう恋なんてしない。なんて言わないよ絶対で続くやろ。どうぞどうぞ。
暇を君の趣味で買った服ももったいないけど捨ててしまおう男らしく潔くとゴミ箱抱える僕は他の誰から見ても一番センチメンタルだろうこんなにいっぱいの君の抜け殻集めて無駄なものに囲まれて暮らすのも幸せと知った君宛ての郵便がポストに届いてるうちは片隅で迷っている背中を追って心配だけど二人で出せなかった答えは今度で会える君の知らない誰かと見つけてみせるから本当に本当に君が大好きだったからもう恋なんてしないなんて言わないよ絶対ありがとうございました。くるみプロジェクトでした。ありがとうございました。さあこの後もねすごいアーティストさん演者さんいっぱい来ますからね。ありがとうございます。いやもう楽しんでてください。もう最後の最後まで楽しんでてください。あとねあのいいお店もねたくさんありますからねあの、はい、ゆっくり見てってください。それではくるみプロジェクトでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。飲みすぎにはご注意ください。うちらやな俺らかまあまあ酔っ払って上がってるっていうね。はい。